エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集上キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT DAO DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けします。検討者新しい経済のしだれゆうすけです。 DYDX ファウンデーションの大木久志です。大木さん、この今収録5月22日にやってるんですけれども、まあ、5月22日といえばあの日です。あの日ですね。例のビットコインの記念すべき日ですね。記念すべきビットコインピザデーと言われてて、今年でまあ12周年目、2010年5月22日にプログラマーの人がビットコインを初めてそのピザ2枚と交換したんですよね。1万 BTC をピザ2枚と交換したということで、はい、まあこれただ一応補足すると、なんかこうトランザクションもちろん発生させてるんですけれども、なんか決済システムかペイメントシステムがあってピザ屋が対応したわけじゃなくて、こう多分ピザ屋さんがまあある意味ジョークでいいよっつって支払い受けてくれたみたいな話だったと思うんですよね。でただ、うんうんうん、ある意味それがまあビットコインが初めて世の中にこう価値のあるものと交換されたことということで、はい、それがまあある意味伝説になっていて、5月22日は世界中でビットコインピザデーということでお祝いをするというような風習があるような状況ですが、大木さん食べました？ピザ。僕食べなかったんですけど、これ非国民ならぬ非クリプト民かもしれないですけど、普通にハンバーグ食べちゃう、はい、僕もビットコインの功績を称えるためにぜひピザ食べたかったんですけど、うん、僕はちょっと控えました。あ、本当ですか？実は先週健康診断受けまして、ほう、結構4つぐらい引っかかったんですよね。なるほど。なんで、うん、ちょっといろいろ食生活反省をして、うん、ピザやめとこうかなというふうに判断しました。なるほど。その出たものがある意味食事改善、生活改善しなさいみたいな内容のものが出ちゃった。そうですね。あ、そうですね。出たのが、うん、その同級生の医者に見てもらったんですけど、 LINE のメッセージで、今のところ確定は脂肪肝、肝炎、脂質代謝異常症、疑いは高血圧っていうふうに書かれて。高血圧か。まあ、うん、まあ食生活見直すことだなっていうふうに確かにね言われたんですよね。なんでピザかっていうふうに思って、すごい迷ったんですけど、ね、国内でも SNS 見てると、なんかパーティーみたいなのがちょこちょこいろんなとこで行われてる感じでしたよね。そうです、そうです。そういうのもありましたし、はい、なんか僕去年は確かピザデーの日に日本の仮想通貨取引所の社長の皆さんがピザデー食べるからお前も来いみたいな感じで、お、去年か一昨年は食べたような記憶があるんですよ。今年はなんか誘われなかったんでまあやってないのかもしれないですけど、それを。そうですね、うん、そうか。じゃあ、まあ、まずはビットコインに敬意を払いつつも、ちょっと体は大事ですから、ね、そうなんですよね。まあ今37歳なんですけど、いや、まあ出てきますよ。僕も40アラフォーの2人でこのお届けしてますからねエクストラスとか言って、はい、出てきます、出てきます。これは僕も血圧は結構言われてるんで。言われてますか？言われてますね、うん、タイミング悪かったですね。もうまさに先週末の出来事だったので、はいはい、やっぱ健康診断の直後ってさすがに反省するじゃないですか、いろいろ。もうずっと反省した方がいいかもしれないですけどね、直後ですでこのあと脂質代謝異常症って、なんかこう動脈硬化になる危険性があるらしくて。あ、なるほど。で結構ハイリスクらしいんですよ。なるほど、ね、でなんかちょっと思い当たる節もあって、 2,3 ヶ月前に僕イベント中すごい足が痛くなって、左足の甲が歩けないぐらいになったんですよね。いや、僕その時いましたね。うん、そうですね。シダさんにも会って、他のクリプトの人にも何人か会って、はい、足引きずってたと思うんですけど、はいはいはい、その時疲労骨折かなとか思ってたんですけど、あとは痛風かなみたいなこと言ってましたよね。痛風かなみたいな、うん、思ってたんですけど、どうやらなんか足の甲のねらへんの血液がちょっと部分的に固まったんじゃないかなとか今となってはそういう風に思ってきて、ちょっと怖くなりましたね。それについて時間経ったら解決したんだ。解決しましたね。1日ぐらいで解決して、うん、で、まあ、無理やり歩いたりしてたら、なるほど、全然回復しましたけど気をつけないといけないですね。気をつけないといけないです、うん、まあクリプトも大事ですけどね、体壊すとクリプトも触れなくなりますんで、これ。そうなんですよね。皆さん健康を大事にしましょうということで、はい、はい、ということで皆様どうお過ごしでしたでしょうか。それでは今回もエクザスの方を始めていこうと思います。それではこの1週間のビットコインとイーサのマーケット情報を振り返ります。ビットコイン日本時間5月15日の月曜日の始め値が36,101,103円、週終わり5月21日の日曜日の終わり値が36,89,384円、
先週の週頭から約 0.7% のまあ上昇というかまあ微増という感じですね。で、先週1週間の最高値は18日木曜日の3794,099円、最安値は15日月曜日の3637,388円でした。続いてイーサリアムもご紹介すると、イーサリアムは日本時間5月15日月曜日の始め値が 244,722円、週終わり5月21日日曜日の終わり値が 248,954円、先週の週頭から約 1.7% の上昇でした。イーサリアムの先週1週間の最高値は18日木曜日252,750円、最安値が15日月曜日の242,800円でした。と、約まあこの収録時点で言うと10日、まあ、2週間弱前に5月12日はビットコインイーサともにまあ3月以来の安値をつけてたんですけど、そこから下落は止まってですね、まあ、じわじわとした動きだったかなという1週間でしたね。まあ底堅いというか、まあ下げ止まった感じで、今お伝えしたように値段もほぼほぼ動いてないレンジ相場だったかなというのが言えるかなというところです。まあ今ちょっとそのどちらかといえばクリプトよりもですね、マクロ経済とかですね、まあ米国経済あたりが結構いろいろとまた動きがあるような状況で、まあアメリカの債務上限問題なんかもありますし、あとまあ FRB の利上げがそれほど利上げする必要ないかもしれないみたいな発言、パウエルの発言があったりとか、でそれにつられて株が上がってますよね。日経平均もバブル来みたいな感じで高くなってるので、ちょっとこの放送でもその株とかその既存金融、既存アセットとクリプトのデカップリングみたいな話もしてきたんですが、またちょっと釣られて、とはいえ大きな動きがあったときは、やっぱりクリプトにもガッと影響が出る可能性は、まあ今あんまり日経平均とか日本株に関しては影響出てないですけれども、可能性はあるので、ちょっと注意は引き続き必要かなというふうに思ってる感じです。で、続いて暗号資産全体の時価総額です。5月22日の調査では161兆9401億円でした。その前の週がですね161兆6408億円だったので、まあ、ほぼほぼ変わりない 0.12% の上昇というところでございました。で、続いてビットコインの恐怖強欲指数ですね。で、こちらの指数もですね、5月に入って、まあ、5月上旬から楽観が中立になってきたという話をしてましたが、この1週間もずっと中立の数字で、月曜日から言っていくと、月曜日50、火曜日54、水曜日50、木曜日51、金曜日48、土曜日48、日曜日が52。で、この収録時点で5月20日の月曜日が49ということで、未だニュートラル、中立な状況が続いております。で、暗号資産のドミナンスに関してはほぼほぼこれも変化がないような1週間でした。代表的なところをお伝えすると、ビットコインが21日時点のドミナンスで 46.33%、 イーサリアム 19.37%、 テザー 7.37%、 BNB 4.29% というような形でございました。で、あとビットコインのインフローですね。インフローも大きな動きはないかなというところです。ここ数週間の動きと同じような形で、先週の週の頭だと 24,717BTC で、週の終わりで少し下がって 9,209BTC ということで、まあこの2万から、数千の間を行き来するという1週間だったかなというところです。で、あとちょっと動きがあったのが、これもグラスノードのデータなんですけれども、取引所保有の BTC 数というですね、ビットコインのバランスオンエクスチェンジというデータが、まあ、グラスノードで見れるんですが、これがですね、5月15日に1日で約まあ 2.5 万 BTC が取引所から現物が流出しているというのが、オンチェンデータで見れております。で、これもさっきのまあインフローと同じような形で、結局現物が取引所から出てるということは、ここからは推測ですけれども、要はそれをすぐ売ろうとしてんじゃないんじゃないかと。売るんだったらまあ取引所に置いて、まあ法定通貨に変えるなり、ステーブルコインに変えるというところだと思うんですけど、どちらかといえば売り圧が減少してるような動きなのかなと、見て取れるような動きがありました。はい。で、あとまあ、なのでビットコインイーサーそんな大きい動きなかったんですが、あと、他のアセットで言うと、まあ、リップルがこの1週間で少し上昇、12% ぐらい上昇してましたね。うん、で、まあ、リップルはいろいろ、プレスリリースが出てたっていうところはありますし、あと、SEC と、まあ、長年のこの裁判の状況の中で、まあ、その、ヒンマン文書の公開可能性についての最新情報が更新したりというような情報がいろいろ出てきて、ちょっとリップルが動いてると、XRP が動いてるというような状況があった一週間かなと思います。
ということで大木さんいかがでしょうか、このまあ1週間直近振り返って何か気になったポイントございますでしょうか。まあやっぱりすごい退屈な相場だなっていう印象ですよね。はい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 、 いやおっしゃる通りですね。あのツイッターでもね、そのすごいつまんないとかそういった声が増えてきてますし、なかなか動きがないですよね本当に。そうペペとかの盛り上がり以降なんかすごい動きないですよね今。ペペ以降ね。で仮想通貨マーケットのボラティリティを測る、うん、これビットコインですね、はい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 、ビットコインボラティリティインデックスっていうのがあるんですけど、これが過去1ヶ月で最低水準らしいですね。あ、なるほどなるほど。4月中旬の頃は96だったんですけど今は58なので半減していると。本当ですね。で、うん、その流動性リクイディティですね、はいはいはい、流動性も消えたということで、まあ、ブロックによると、うん、5月21日時点で7日平均の仮想通貨取引所の取引量が104億2000万ドルと、うん、これは今年の最低水準らしいです。なるほど。3月のピーク時は460億ドルだったので、まあ、今はその4分の1未満になってるっていう感じですね。なんでこう市場参加者がパーって消えて何もね動きもなくて動くその退屈な相場をになってしまってるってことなんですけど、多分おそらく背景にある一番の要因は、大手マーケットメーカーのジャンプとジェインストリートってあるんですけど、はいはいはい、彼らが仮想通貨トレードから撤退するとブルームバーグが報じたんですが、まあ、これがあるんじゃないかというふうに理解してます。なるほどね。はい、背景にあるのが、まあ、彼らが撤退した理由っていうのが米国の規制の不透明性らしいですね。なんでなるほど、実際その DYDX の方も、まあ、マーケットメーカーですね、市場に取引所に流動性を供給してくれるところなんですけど、うん、まあ、DYDX とか、まあ、他の取引所でもジャンプとジェインストリートも取引していないみたいなんで、まあ、実際 DYDX の取引量も結構下がってるんですよね。なるほどなるほど。なので先ほどもありましたけど、はい、ペペでもペペのブームが、まあ、さまだ去ってないでしょうけど、はい、うん、あの後にいきなりこう静かになったなっていうのがありますよね。逆にそれも、はい、なんかそういうのもあって逆にもうペペでもいじっとくかみたいなこともあったかもしれない、はい、確かに、ね、最後の抵抗だったっ、ね、最後の抵抗かもしれないですよね。はい、なるほどね。まあちょっとアメリカ規制が影響してくるところもですね、このマーケットメーカー大手ですもんね、うんうん、そう。でも報道なんですね、一応正式にはまだわかんないの。正式ではまだないと思います。うん、コメント控えてます、ね、もしかしたらどっかで発表して、ブルームバーグだと思う。そうそう。ブルームバーグにコメントを控えてるってなってるんで。うん、そう。ただね、大きい情報によりますと、はい、あの、ジャンプのクリプトチームのことを詳しい人がいて、はいはいはい、なんか元々そのジャンプにおける、まあ、ジャンプって他の資産でもマーケットメイキングしてるので、はいはい、まあ、クリプトだけじゃないんですけど、そのクリプトチームって、いわゆる出世コースじゃなかったっていう話らしいですね。へぇー。なんかね、伝統的な金融市場であんまうまくいってない人が来る場所みたいな感じだったらしいので、なるほどね、まあ、その大手のマーケットメーカーがクリプトに入ってきた、まあ、機関投資家が入ってきた、成熟した、あの、マーケットが成熟してきたっていう話があったじゃないですか。ありましたね。あの、1、2年前。はい。あの、それこそテスラとかがやり出した頃ですよね。うん、イーロンとか。ああ、そうです、そうです。うん、はい。で、1、2年前確かにそんな状況だった。ですし、その、まあ、確かにその見た目はそうなんですけど、中では、いわゆるその、エース級がまだ来てないっていうことですよね。そういうことです。で、要は、あの、一軍が来てないってことですよね。まあ、言い方あれですけど、ちょっと。そう、だと思います。一軍がまだ実は来てなかったっていう。なんか、ブラジル代表来たと思ったら、控え選手だったみたいなことですよね。あ、そうです、そうです、そうです。なるほどね。トゥーリオとか。あ、トゥーリオ違うか。まあまあ、トゥーリオは日本の味方ですけど。そうですね。はい。トゥーリオはすごい好きなんですけど、はい。うん。だけどそういう感じだったらしいので、なんか僕これ聞いたときに、はいはい。あ、なんか一軍来たらもっとすごいことになるんだなって。なるほどね。なんかこう逆に思いましたけどね。まだ始まってないのかもしれないってことですよね。そう。だから二軍にちょっとやらせといて、うんうんうん、で、まあ、強気相場去ったら、ちょっととりあえず引くみたいな。うん、はい、はい。もちろん米国の規制の不透明性っていうのはあるんでしょうけど、はい。まだ本腰を入れて突っ込んできてなかったんだっていう。うん、印象でした。なるほどね。はい、ありがとう。いや、貴重ですね。大きい情報。うん、ありがとうございます。大きい情報なんで、do your own research。なんだろうな。そうですね。自分で調べてね、と。自己責任だし、そうしたら自己責任でお願いいたします。はい。はい。で、まあ、あともう一つ面白いデータが、グラスノードの、あの情報がありまして、はい、7日間のビットコインの価格レンジっていうのを出してるんですけど、これが 3.4% だった。
ったらしく、これはなんと過去3年間で最も小さいらしいんですよ。本当にこの1週間ぐらいは本当にステーブルコインみたいな感じだ。まあステーブルコインっていうかその あれだね、ボラティリティなかったんだね、うん、そうそうそう。けどグラスノードによるとこれって2023年の1月と2020年の7月に似てって、ほう出た、方法ともその後すごくマーケット動いたらしいんですよ。直後にすごいマーケット動いたらしいんですよ。 なんでまあね、どこの収録放送されるのが、公開されるのが水曜日、水曜日ですね、24日水曜日ですよね、はい、24日ですよね。警戒必要かもしれないですね。ワンチャンいきなりガッてボラティティがどっちかに増えるそう、ね、かもしれないですね。逆に言えばどっちも行きやすいもんね、はい、この状況ってね、本当に、はい、そうなんですよ。だから、はい、さっきも言いましたけど、なんか大きな、まあそれクリプトに関わらない部分も含めて、マクロ経済も含めてちょっとダダダッといっちゃうプラスもマイナスもあるかなと思ってるんで、ちょっと気になりますね。確かに注意必要ですね、はい、はい、ですね、はい。続いてスポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお送りしています。 DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。今年秋予定の V4、DYDX のコスモス移行などの最新情報について DYDX コミュニティがノートやツイッターで情報発信しています。ぜひフォローお願いいたします。このポッドキャストの説明欄にですね、各種リンクを貼っておりますので、ぜひ皆さんリンクチェックしてですね、ノート、ツイッターでもいろんな情報が新しいもの出てますし、あとフォーラムなんかもあって、そこではもう実際の DAO の議論なんか行われてますので、チェックいただければと思います。大木さん、今週何かお知らせございますでしょうか？はい、 V4 ですね、 DYDX 今イーサリアム基盤なんですけど、それをコスモスに移行するということで、うん、でそこで独自のブロックチェーン DYDX チェーンっていうのを立ち上げる予定なんですが、はい、まあ独自のブロックチェーンなんで当然自前でバリデータを呼んでこないといけないんですね。そうですね。でそのバリデータに取引ブロックですねの、まあ検証なり、まあ、作成なりをしてもらうっていうことになるんですが、はいはい、そのバリデータ実際にどうやってなれましょうみたいな、うん、どうやったらなれますみたいな、いわゆる技術仕様書っていうんですかね、はいはい、まだ出ていないんですが、ほうとは言ってもね、メインネット V4 まで予定ではもう半年ない感じなんで、うん、まあバリデータの人たちもすでにこう参加表明みたいなことしてもらってもいいよねっていう風にそういう話になりまして、はい、でディスコースっていうDYDX のまあフォーラム掲示板みたいなのがあるんですが、そこにもう世界の名だたるバリデータの方々から、何ですかね、参戦表明といいますか、バリデータ興味ありますみたいな自己紹介ですね。はいはいはい。続々としてもらってます。なるほど。で、そうですね、バリデータイントロダクションって書いてあるのがそうなんですけど。あ、そのディスコース見たところの。そう、ディスコース見て。はい、で日本からも何人か何社か常に塾紹介してもらってまして、なるほど、で今後もまあ おそらく増えるとは思いますと、うんうんうん、でバリデータなので当然世界中に散らばってた方がいいんですよね、その分散化の観点 ですね、アメリカだけに集中するとかそういうのをやめたいので、うんうんうん、当然日本、ヨーロッパ、はい、他のアジア諸国、アフリカ、いろんな大陸にね、いろいろな大陸に分散させたいんですよね。なんですごく日本からのバリデータ参戦にもすごくこう期待が集まってますので。なるほど、はい、いきなりなんだろうな、経験のない人がいきなりやるのは大変かもしれないですけど、うん、まあ、ただ入りにくいことはないみたいなことも聞いたことがあるので、もし興味ある人は調べていただけたらなっていうふうに思いました。なるほど、これあれですよね、はい、バリデータ報酬は DYDX のトークンってことなんですよね。ね、それはまだ決まってないですね。あ、その、なんか、自然に考えればそうだと思うんですけど、うん、一応そこも DYDXDAO の投票で決まりますし、それも今後詰めていく感じですね。そういうことか。今、パブリックテストネットが、6月30日ぐらいに予定されてるんですよ。うん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 、で、メインネットが9月か、まあ、10月予定です、ね。なるほど。いう中で、まあ、パブリックテスト前には情報開示が、まあ、ほとんどされるんじゃないかなとは見てます。あれですね、僕も不勉強ながらそのバリデータって何をどんな準備をして、まあ、どういうソフトウェアを入れて、うん、どういう状況にこうサーバーなり PC を保っとくのかっていうのはいまいち分かってないので、なんか日本でもそういくつかあるし、それこそね、学生団体なんかもやってる、今もやってるとこあるんですよね、今のバージョンのやつも。あ、ですよね。
で、バリデーター、それでこそ、それで言うと、まあ、日本にもね、バリデーターやってる方いるので、はい、もしかしたらね、今度教育コンテンツというか、うん、バリデーターって何で必要なんだっけとか、まあ、コスモスにおけるバリデーターの役割って、そうですよね。他と何が違うのとか、うん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 、そういうところを、もしかして、ね、コンテンツとか作るの面白いかもしれないですよね。で、実際なんか どのぐらいでできるのかとか、そういうのも、うん、僕個人としてもなんか勉強したんで、今度もしあれだったらやってる人に聞いてみたいかもしれないです。ゲストかなんか来てもらってね。なんかそういう。ああ、いいんですね。うん。素朴に気になりました。うん、気になりますよね、うん。そうなんですよね。今度ちょっと、そういう企画しましょう。エクストラかなんかで。はい、いいですね、うん。はい。ありがとうございます。じゃあ皆さん、まあご興味ある方はぜひ、多分そういうバリデータについての最新情報なんかも、今後は多分ツイッターとかで発信されていくと思うので、DYDX 日本コミュニティのツイッターの方をフォローお願いします。お願いします。それではウィークリーニュースのヘッドラインとニュース深掘りのコーナーです。まずこの1週間でですね、あった Web3 ブロックチェーンクリプトに関するニュースをヘッドラインでお伝えします。で、その後ですね、気になったものをちょっとピックアップしていろいろお話していければと思います。それではニュースの方をご紹介します。レジャーが新製品リカバーを発表、それに対して炎上起こる。国内取引所各社トラベルルール対応について発表。英国議員らが暗号資産はギャンブルとして規制すべきと主張、業界団体は反発。アメリカコインベースがサブスクサービスコインベース1をイギリス、ドイス、アイルランドで提供へ。 USDT のテザー社、今月から定期的なビットコイン購入を実施へ。 SEC がファイルコインを有価証券とみなす、グレースケールが公表。ユニスアップ V3、 ポルカドットのパラチェーンムーンビームに展開へ。ステップンと広角機動体 SAC2045 がコラボデジタルスニーカー発売へ。財布にディープコイン上場へ。ということで、今週のニュースざっと主なものをピックアップしてきました。で、一番初めに言ったちょっとレジャーの話は、そこから多分広がる話が多いと思うので、次回のエクストラ回にちょっと回してですね、いろいろとこう、はい、様々な角度から議論したいなと思っております。はい。ということで、まあこの一週間で言うとニュースもあんまりですね、こう紹介したというのもなんなんですけど、まあなんかすごく相場に影響を与えたり大きなものはなかったなという一週間だったんですけど、まあその中であれですね、やっぱり一番、やっぱりいろいろ SNS を見たのが、国内で言うとトラベルルールですかね。大木さん、このあたりがやっぱり一番目立ってた気がします。そうですよね。我々はゴールデンウィークら辺でもすでに取り上げていた話なんですけどね。そう。早かった取引所があったじゃないですか。はい。そこの部分で確か、当時楽天かな、楽天とコインチェックかなんか発表してたんですかね。そうだと思いますね。そう。で、それについてあれ送り合えないんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、その後も続々ビットバンクなんかもまあ公表したりして、うん、やっと最近こう、報道も増えてきたなっていうところですよね。そうですね、まあ、ビットバンクも発表で、ビットバンクとは異なる通知システムを採用している暗号資産交換業者に暗号資産を直接送付できなくなると発表したと。で、送付できなくなるところがビットフライヤー、コインチェック、クリプトガレージっていうことですよね。そうですね。なんで国内の取引所同士で仮想通貨を送り合えない事態が発生してしまうということに、まあ、皆さんも気づき出して、それはおかしいだろうっていう声が結構出てますよね。だからそのいわゆるトラベルルールっていうのは、まあマネロン対策の一環でファトフが各国に呼びかけてやれって言ってることで、まあその仮想通貨のお金の流れをちゃんとこう送り合うときにちゃんとざっくり言うと認識しろみたいなルールなんですけど、うんうんうん、それの多分ソリューションが2つあると、うん、この間の放送でも言いましたが、トラストっていうものと、うん、あとシグナですかね。シグナですね。この2種類あって、で、日本の国内取引所がそれを同じものを使わなく2つに分かれたと。なので、その違ったもの同士ではそれが機能しないから、結局、うん、そこには送金ない。だから、ビットフライヤーに、例えば口座を持ってる大木さんから、僕のビットバンクに、イーサリアム今送ってよ、つっても、送れないってことが起こると。その違う仕組みを使ってるのでっていうニュースでしたね。はい、そうですね。で、トラスト陣営がビットフライヤー、コインチェック、まあ、あとクリプトガレージさん
で、はい、シグナ陣営がもうそれ以外っていうことなんで、そうっすよね。なんかもうね、そういった勢力図なんですかみたいな風に、なんか見えちゃいますよね。うん、見えちゃいますね。だからトラストがコインベース系で、シグナが台湾系のあれなんですかね、もともと。そうですね。で、シグナ開発してるのがそのクールウォレットだったっけな。はいはい、開発してるクールビックスだと思うんですよね。うん、で、ここのマイケルっていう創業者は僕も会ったことあるんですけど、はいはい、確か SBI から出資を受けていて、っていうところで、なるほど。はいはいはい。まあ、台湾、うん。まあ、その通りですけど、台湾拠点で、けど日本市場でもクールウォレットとか結構人気だと思うので、そこら辺で SBI を中心に認知を拡大したっていう、で、採用も拡大したっていう感じなのかなっていうふうに思いますね。くしくもある意味取引量では多い大手2社と、はい、それ以外のところがこう分かれた感じになったけど、そうですね、最近こうリスティングとか IU、 まあ IU は別ですけど、最近いろいろとリスティングとか頑張ってたりするところが、どっちかといえば そっちじゃない方のグループ、シグナグループの方に入ってるみたいな見え方ですよね、うん、そうですね、確かに。ちなみにコインベースとクラーケンが日本を撤退していなければ、はい、そうかトラスト勢でしたね。ですよね、はい、であとはこれが今わからないのが、バイナンス US がトラスト勢なわけじゃないですか。だから、ね、バイナンスジャパンはこれどっちに入るんだっていう問題がありますよね。どっちなんですかね。でもこれ変な話で、前も言いましたけど変な話ですよね。変な話で、これだからこれ以外に逆にこの2つに入ってないところには遅れるんですよね。はい、ということですよね。まあ、ノンカスで折れても遅れるし、例えばよくわかんない、うん、怪しい海外取引所には多分送金できちゃうってことですよね。そうそうです。だからなんかどっちかといえばちゃんとしてるところにはなんか制限がかかってみたいなことになっちゃってるっていう。そうですね。大木さんもこれ分断じゃないかとか書いてましたけどね、本当に原稿に。あ、そうそうだと思いますね。うん、なんだろうな、今すぐ決めなければならなかった話ではなくて、そう、僕がクラーケンにいた頃からあった話だと記憶してるので、あったあったあった、つまりそれって2年ぐらい前なんですよ。ですね。なんとかその時からね、一つに通信規格を一つにするように、うん、なんかお互い努力できなかったのかなっていうふうに思いますけどね。ね、これね、結果的にその国内取引所同士で潰し合うような形になっちゃうじゃないですか。なっちゃうなっちゃう。なので、で、けど、なんかまだそのフェーズって早すぎるよねっていうふうにすごい思っていて、ほうほうほう、全然その、いわゆる全体のパイを大きくしないといけない時期じゃないですか。ですね。で、2021年の強気相場って日本っていうのは結局乗り切れなかったっていう理解なんですよ、はい、僕は。なるほど。で、うん、口座数も、まあ、100万、200万ぐらいちょっと増えたぐらいじゃないですか。うんうんうん、で、それって、その、多分当時僕がいたクラーケンにおける口座数の伸びとかって、なんか倍になったりしてたんで、なんか全然レベルが違うんですよ。なるほど。要はその強気相場にも乗り遅れた日本で、うん、ようやく今、まあ、Web3 ホワイトペーパーが出てきてとか、うん、すごいいい外部環境になってきて、これからどんどん仮想通貨プレイヤーを増やしていかない中で、取引所同士って本当は味方のはずなのに、確かに。何を潰し合っているんだろうかっていうふうに思ってしまいますね。JBCA が取引所の口座数のデータを更新してるんですけど、はい、今年3月時点で国内取引所の設定口座数ってのは680万。ですね、なるほどね、はい、ただこれ複数、うん、はい、複数の口座を持つ人っているじゃないですか。いや僕そうですよ、だって僕多分10億弱持ってるから、はい、あ金額は全然入ってないですよ、はい、前言ったようにその分散で置いとくとか、はい、まあ、あと仕事柄さすがにこう取材すんのに、うん、いやー使ってないっすって加納さんには言えないじゃないですか、例えば殺されそうじゃないですか言いにくいですね、うん、だからなんでそうなると実質利用者数で見ると680万より全然少ないんですよ。半分もしくは3分の1かもしれないっていうことですよね、下手したら1人3人そう3取引所仮に使ってる人がポピュラーだとしたらですけど、そう、まあ、ただちなみにこの JBCA の口座数統計には、はい、海外取引所、ああバイビットとかビットゲットとか入ってないんだ、DEX は入ってないので、うん、そこが またどんくらいあるのか知らないんですが、まあまあとはいっても680万国内取引所、ね、で今回潰しちゃってるのは国内取引所なんで、うん、680万もないもういない利用者数なんですよ、うん、日本の人口1億2000万の 5% ぐらい、 5% もないないっすね、うん、そんだけしかないのに、ね、お互い何やってるんですかっていう確かに
大木さんおっしゃりたいのは、今戦う時じゃないっしょみたいな、はい、削り合う時じゃなくて、ね、むしろみんなで協力して利便性高めて、はい、そうです、そうです。で、流動性も増やして、みたいなこと。だから、要は、あれですよね、うん。いろんなキャンペーン取引所でやってて、ついついこう、うん、取引所間もお金がこう、有意義に行き来すればいいわけじゃないですか。例えば、ビットバンクだったら、なんか、ステーキング報酬もらえるからそっちに移そう、みたいな。と思ってたら、今度はこっちでキャンペーン始まったから移そうとかやって、うん、ね、うんうん、活発化していくようなことがあればいいんですけど、そんなこともできないですからね、この分断されちゃったら。うん、そうですね。で僕ちょっとこれ話ずれますけど、はい、その、まあ、DEX とか DeFi に関しても、うん、まあ、たまにライバルどこですかって聞かれるんですが、あ、なるほど、あのなんか僕はそこに関してもその ライバル同士で争うフェーズにないっていう風に思ってて、はいはい、あのパイが小さすぎるんだから、例えばもうちょっと DEX 全体のこう教育とか、うん、まあ、ウォレットの使い方とか、そうね、こういう話をした方がいいんじゃないとか思っちゃう方なんですけど、うん、まだまだ、ね、ですよね、まだまだ少ないし、で、ね、すごい伸ばすチャンスを一回逃してるわけなんですよ、日本って。うんうんうん、でも本当におっしゃる通りですね、大木さん。だから、海外カンファレンスとか行っても、うん、全然こう、DEX 同士の人が話してたり、その違う DEX 同士で登壇してたりとか、うん、スポンサーで名前並べたりとか普通じゃないですか。はいはいはい。で、一方、一般のこう、ビジネスカンファレンスって、例えばこう電通が入ると博報堂の広告取れないとか、そう競合排除が働くじゃないですか。例えば監査法人は一社とか、うん、SaaS が Azure があったら AWS はいないみたいな、そのイベントスポンサーとして、はい、でもクリプトってそういう時期じゃないからってことで、まあカンファレンスとかも別に寄ってないですよね。もうごちゃ混ぜですよね。ごちゃ混ぜですね。みんな仲良く、まずはクリプトをね、イメージを良くしてとか、なんですけど、うん、使いやすくしてとか、理解者を増やすとか、そういうフェーズのはずですよね。いや、だからまあ、このトラベルルールに限りないですけど、もっと取引所同士がいろいろ一緒にイベントやるとかキャンペーンやればいいのになと思って、全員よく会ってるし、そうですよね、それこそなんか、パーティーとかでみんな会うんだから。うん、そうっすよね。で、これからね、4月に自民党から Web3 ホワイトペーパー、Web3 ホワイトペーパーが出ましたと。出ました。で、先週終わった G7 は、うん。ね、ゼレンスキー大統領が、いやね、話題になってますけど、うん。まあ、けど暗号資産の話もあって。ですね。はい。うんうんうん、けど、しかもちょっとなんか、あのね、米国の規制がね、すごい、はい、強化されてる節があるので、ちょっとビクビクしながらの暗号資産協議だったんですけど、うんうん、まあ結果的に無風で乗り切ったっていう。ですね。なんかもうちょっとなんか変なこと決まっちゃうんじゃないかみたいなことが事前報道されてましたけど。はい、そうですね、うん。自民党の塩崎議員とかもね、はい、イノベーションと規制についてバランスの取れた記述に落ち着きましたっていうふうにツイートしてますしね。うんはいはい、要は外部環境すごい悪くなくて、日本ってこれからどんどん伸びないといけないはずじゃないですか、その。うん、そうですね。チャンス。そう、他の国は冬の時代なんだけど、日本は違うでしょっていうところがね、うん、アピールポイントのはずなのに、もったいないですね。いや、だからか、確実、あれですよ、ホワイトペーパーの内容も、この間聞いたら、だからもう今、岸田さんにも渡っているし、それこそ、うん、当たり前ですけど、そのルートを通っていってるんで、で、多分次の骨太にも入ってくるだろうと、骨太方針、はい、自民党のっていうところ。6月でしたっけ？そうですね、はい。だからね、確かに、ここだからちょっと、今勝負しどきなんですけどね。なんかあんまイベントとか国内でガチャガチャやってる場合じゃないですね、実は。こんなこと言うとまた怒られるかもしれないけど、なんか。これ、なんかこう、余計な、こう、障害ですよね。うん、わかる。しかもこれ別に金融庁が悪いとか、そういう話でもないじゃないですか。規制が厳しすぎるとか。これは違いますね。違いますよね、おそらく。まあ、そもそもトラベルルールどうなの問題はあるにしても。まあ、うん、まあ、やらざるを、ハトフから言われてやらざるを得ないんだったら、うん、まあ、もう、その裏の裏を書いて、まあ、こういうふうになんかこう、雑にやっとけば、なんか、見逃してくれんのかなみたいな感じなのかわかんないですけど、でも、うん、これは全然話し合って決めれたんじゃないかなと思いますけどね。そうですよね。で、何がその決定要因だったかもすごく気になる。まあ、そう言ってくれるとこあるかわかんないですけど。確かにそうですね。なんでこっちがいい、こっちがいいってなったのかっていうのも、うんうん、ねえ、うんうん、何らか理由がありそうだし、ねえ、ちょっとこれは気になるニュースですね。うんうんうん、で、実際、だから5月から6月の間ぐらいでこれができなくなるみたいなことなんで、まあちょっとそれ各社のホームページ多分正確には見ていただいて、もし本当にちょっと手数料こっちの方がとか、いろいろなんかこういうサービス貸し付けがあるとか、ステーキングがあるとかそういうので、なんか動かしたいと思ってたりする人は、
早めに動いといた方がいいと思いますね。もう時間待ったなしな感じかもしれない。はい。あとはどうでしょうね。個人的になんかすごい面白いのはまた取引所の話なんですけど、はい、コインベースがサブスクサービスを始めると、イギリス、ドイツ、アイルランドでまず、で先々は31カ国に提供する予定ですが、まだ時期とか発表されてないんですね。でまあ残念ながらコインベースジャパン撤退しちゃいましたので、まあ、日本に来るんでしょうかねって話ももはやできない。まあどうなんですかね、コインベースまた日本に来てくれることあんのかもしれないですけど、先々は。まあ、今のところ直近では多分ないじゃないですか。次の、あったとしても次のまあ、ブル相場かなっていうところかもしれないんで。で、これ、なんかニュースというかまあサービスの紹介みたいなニュースなんですけど、なんか面白いと思ったのは、このコインベースワンっていうのは、月 29.99 ドルを支払うことで、まあ、取引手数料が無料になると、うん。で、それに加えて、その利用者にコインベースが提供する企業からの特典を受け付けられる、特典を受けることができて、具体的にはメッサリのメッサリプロにて90日間利用できる権利だったり、うん、財務ソフトウェアサービスのポートフォリオ分析を6ヶ月無料で受けれたり、インシャテック企業が保険商品を 10% オフで提供したりとか、あとイベントチケットも安くなったりとか、だからヘビーユーザー向けの企画なんですけど、これまあ言ってしまうとアマゾンにおけるアマゾンプライムみたいなことなんですよね。そうですね。それの暗号資産取引所版で、これ面白いですね。これシンプルに思いつきそうだけど、意外とみんなやってなかった。やってなかったですね。面白いですよね。これ面白いですね。イベントチケットも割引になるんだっていう。そう。だからある意味ちょっとその取引所以外のメディアっぽい動きもコインベースはできるようになる。はいはいはい、まあ、要はイベント主催者側はチケットさばきたいから、コインベースワンで扱ってくださいよ、みたいな。だから、いわゆるクーポンみたいな意味合いもあるし。これ、日本の取引所、できるんじゃないですか。規制とか、あんま引っかからなさそうなイメージですね。だから、月額、だから3000なりを取って、ね、うん。でも、取引ボリュームが大きい人にとったら、それこそそれでまずスプレッドとか手数料が下がるのは嬉しいじゃないですか。はいはいはい、で、プラスなんかまあ特典があっていろいろ安くなったりするよとか。うん。え、これいいっすよね。いや、僕もすごいいいと思ったんすよ。いいんじゃん。新しい経済プロ割引とか。まず、そうっすね。でもそれもありですし、僕今本当思ったのは、どっかの取引所が嫌んだったらうち手伝いたいですね。仕事として。その例えば、ビットフライヤーさんでもコインチェックさんでもまあ、ビットバンクさんでもいいっすよ。例えばビットバンクさんがビットバンクプライムみたいなのやるんだったら、うちがその会員にしか読めないインタビュー記事を書いたり、はい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 、それこそ会員限定イベントを主催したり、面白いですね。ね、ポッドキャスト独占で配信したりとかできますし、さらに何でしょうかね、そこに告知したいという企業の営業をうちがやることもできると思うんですよ。その例えばコインポストにいて、まあ、コインポストだと直接話すと思うけど、はい、いや、うちこれの代理店やってるから、WebX のチケットをさ、割引させてよ、みたいなことが構想できるじゃないですか。はい、だから意外と副収入になるんじゃないかな、みたいな。これは面白いですよね。さすがっすよね。さすがですね。Web2 思想なんですよ、これめっちゃ、ある意味。あ、確かに。月額サブスクって。けど、このパッケージ購入みたいなの、日本人って好きなんじゃないですか、もしかしたら。うん、要は、最初に、クリプト初心者に対して、はい、その全部用意 しましたと、必要なもの。うん。手数料無料はもちろん、サポート体制と、はいはい、あと、こういうメディアを読んだ方がいいと、これサブスクできますとか。学習コンテンツとかね。学習コンテンツとか、はい。で、イベントとかも、こういうの行った方がいいですとか、割引しますみたいな。うんうんうん、とかって、面白いなって。いや、だから地味にその T シャツをあげたりしてもいいわけですよ。なんか。ああ、いいですね。その企業から T シャツもらって、例えば新規上場する、はいはい、アスターを新規上場させるときにアスター T シャツを、この、コインベースだとコインベース1の人には配りますよ、みたいなこともできるから。うんうんうん。そうですよね。いろんな、あとグレードつければいいじゃないですか、そのサブスクリプションに。月額30ドルってことは2000円、日本円で4000円ぐらいなんですか、ね。まあ、結構しますけどね、このコインベースのやつはね。はい、うん。はい、なんか取引手数料が無料か。とか、ま、いろいろね、特典がありますからね。そう。ちなみに30日間無料トライアルもできると。これ自体。おぉ。でも、メッサリとかも高いしね。メッサリ高いっすよ。高いし、良質な記事が。そう。多いです。まあ、あと、わかんないですけど、それこそ我々もね、お世話になってる、グラスノードを使えるとかわかんないですけど。いや、グラスノード使えるとめっちゃ熱いっすね。熱いっすよね。グラスノードさんもやっぱお高いので。高いですよね。びっくりするぐらい高いので、一番上位プランは。
まあその全部じゃなくてもエッセンスが見れるとかでも、はい、そうなんですよ。だからなんかこういうことをやるとこううまく取引所とプロジェクト側とかがもっと一緒になんかできるかなみたいな、ただなんかギブアウェイツイッターフォローしてねじゃなくてみたいな、うん、あのできるかなと思うんで、なんかねこれ参考にすればいいのになと思いました。でもしやれ、ね、やる時のその中のコンテンツ周りは新しい経済やりますんで、うん、これ聞いてる取引所のコアな方いれば連絡くださいいいですね。なんかでも原価かかんないしね、あとね、あまあその手数料無料にするかどうかっていうとあるかもしれないけど、別に手数料無料じゃなくてもいいと思うんですよね。まあ一個のなんかこうサブスクサービスなんかできることないのみたいな。あ、だからあれですね、あれとかにも近いかもしれないですね。そのゴールドカードとかそういうのに近いかもしれないですね。なんかあとは保険とか、うん、その入れるとかこのラウンジ入れるとか。そうですよね。前回あのエクストラで話したバイナンスエンジェルスとまたちょっと違いますけど、とはいえなんかロイヤルカスタムはどう作るかみたいな戦略はまあうまいのかなと。あれはバイナンスの場合は中の人ですけどね、うん、うまいし、こういうこと始めるとバイナンスもなんか始めてくんじゃないかって気もしてきますね。そうですね、うん、これ面白いですね、うん、というのがまあちょっと僕は気になったところですね。あとまあファイルコインの有価証券っていうのもちょっとまたずっとこういう話になってるなというところですけれども、はい、うんうんうん、まあ、一応ちょ簡単に補足しとくと、グレースケールがですね SEC に4月に対して、まあ、ファイルコインの投資信託の登録申請を行ったんですけど、うん、それのまあ NG が出て、その NG の理由がファイルコインは有価証券だからダメだっていうふうに言われたと。で、それをそう言われちゃったよというふうに公表したと。で、ちなみにグレースケールをファイルコインが有価証券に該当しないと考えていると説明し、速やかに SEC へ対応すると現時点で発表していますと。まあ、結構規模のでかいコインなので、ファイルコインも。最近ちょっとあんまりこう、プロモーションは減ってきたなっていう感じはしますけど。ちょっと気になりますねっていうところです、ね。気になりますね。まあ一時はね、その、やっぱり次世代のストレージみたいな感じで非常に注目されてたし、はい。未だこのファイルコインみたいなサービスが解決できるとこは、うん、Web3 領域でめっちゃあるというか、その、それこそ NFT どこに置くの問題とかあるじゃないですか。NFT の画像、はい、紐付いた画像、はいはいはい。そういう意味ではプロジェクトとして注目されてたと思うんですけれども、なかなかこういうアメリカの状況続いてるなっていうところですね。ですね。まあ、やっぱり、SEC の方でね、しっかりとして何が証券に該当するのかっていう、うん、そういった指針を出さずに取締りファーストで動いてるっていう批判がすごいされてますけど、はい、なんか SEC の方ではもう十分にやってるっていう、なんかね、本当かよみたいな、ことがあるので。まあ、ただね、この間のポッドキャストでも話しましたけど、はい、今年に入ってから姿勢をね、硬化させたのは確かだと思うので、うん、結構なんか政治的な思惑で動いてるんじゃないかなとかは個人的には思って いるんですよね。なんでまあ、で、一方で、また大統領選の候補者が、ビットコインマイアミですか、うん、で、クリプトを擁護するような発言とかをしてるって、結構大統領選の争点の一つにクリプトがね、来年なったりして、で、この SEC とかもね、誰が大統領になるかで立場変わってくると思うので、はい。うん、もはやもう、ああいうふうにこう覚悟を決めたというか、SEC のゲンスラー委員長、なん か考え変えるの無理そうじゃないですか。もうボコボコにされてましたけどね、この間ね、公聴会で一回、ね。公聴会で、はい。で、ね、エリザベス・ウォーレン民主党議員となんか、組んでるのかなとか聞かれたりしてましたけど。まあ、そうですね。だから、はい、確かに大統領選の結果っていうのが大きいかもな。で、そこに至るまでのとこですよね、結局。そうですね。うん、そうです、そうです。それこそ、メサリのライアン・セルキス創業者。はい、とかは結構その来年のまあ大統領選とあと同時に米議会の一部も議席変えるので、そこってすごい重要っていう風に見てるんですよね、うん、そのクリプトにとって、うん、誰が大統領になってどういう党が、ね、議席をアップするかっていう、うん、もうそこ、まあ、政治の部分も変えていかないと、もうもはやこの SEC ってもう言うことを聞かないイメージがありますね。うん、なんでまああと1年ぐらいは我慢して耐えて、横暴に耐えて、まあ、あとはね、まあアメリカ人じゃないですないから何ともできないですけど、うん、あとこう政治的な波を作っていくっていう。まあそうですよ。だから本当に その意味でもやっぱり日本って今いい感じですよね。あ、そう思いますね、うん、政治的な波も、うん、あるしね、そうですよ。与党のね、議員がプッシュしてくれてるんですよ。うん、そう。で、そのホワイトペーパーにはちゃんと税金のこと、分離課税でも入ってるし、はい、昨日改めて僕も読んでみたんですよ、ホワイトペーパー。暗号資産同士の交換には、その税金をみたいな課題も入ってたりするんです。税金なしに、みたいな。うんうんうん、まあ、それ無理だろうなと思いながらも、そういうのも入ってたりするんで、うん、まあ、結構ちゃんと吸い上げてる。いろんなところから。うん、
はい。だからね、ちょっと期待したいですけどね。うん、そうっすね。うん。はい、ということで今週もエクサス聞いていただきましてありがとうございました。エクサス本エピソードではですね、このように相場の分析、暗号資産のマーケットレポートとニュースのご紹介、そして深掘りを毎週水曜日に配信していきます。またエクストラ回も配信しますので、ぜひとも番組の方もフォローお願いします。それでですね、このエクサスの通常回ですね、今回の放送水曜日の配信回にはですね、毎回ポープをお配りしております。まあ、この視聴者リスナーの証拠となる、まあ、NFT みたいなものなんですけれども、 DYDX さんのサポートでポープの方を発行しておりますので、後ほど概要欄にもあります DYDX 日本コミュニティのツイッターがつぶやくですね、フォームにですね、イーサーアドレスとですね、あと Discord の ID、 そしてこれから言うですね、大地さんが言う秘密の言葉をですね、3つ書いていただければ無料で配信させていただきますので、ぜひぜひご応募いただければと思います。それでは大地さん、今週の言葉何にしましょうか。はい、今週はピザにしましょう。ピザ、はい、英語でピザですね。ピッツァ、英語でピッツァですね、はい、ピッツァですね、 PIZZA です。はい、スペルミスにご注意を。そうですね、はい、はい、了解しました。ということで、まあ、ビットコインピザデーに収録して、まあ、配信はちょっとその後なんですけれどもしましたので、皆さん今回のキーワードはピザで、ピッツァでお願いします。はい、そしてですね、この番組ではいろいろ感想を募集してますというのを毎回このエンディングに話してるんですけど、最近本当にいろんな感想とかいただけていて嬉しいですね。うん、先日ワールドコインについて話したんですけど、はい、それについて、まあ、補足のご連絡をいただいたり、そもそもワールドコインはユニバーサルベーシックインカムをやりたいプロジェクトなんですよみたいな話とか、実はそのワールドコインのオーブっていう、多分その目を交際を読み込む機械ですねが、はい、2つだけですよ、もう日本にあるらしいですよとか、うん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 、あと日本人のアンバサダーがもう複数にいますよみたいなですね、うん、情報を、ご連絡いただいた方もいらっしゃいました。ありがとうございました。またちょっとワールドコイン僕も興味あるんで、もうちょっと深掘りしたらちゃんとまたエクストラとかで話したいななんて思ってます。ありがたいですね。あと直近だとツイッターでですね、タイガ矢野さんがですね、このボイシーめっちゃおすすめですと、まあボイシー以外でも配信してる、ボイシーでも配信してるんで、エクソダスについて、まあリンク貼ってですね、スクショしてですね、僕と大木さんが Web3 業界を詳しく説明して勉強できる、突っ込んだ内容もあるから飽きないので聞いていられると、まあ、移動時間か筋トレ中に聞いてますと、うんうん、1.5 倍速で聞くと、最初と最後の BGM がノリノリになって個人的に好きというふうにツイートいただいてまして、嬉しいですね。はい。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、さらに、あれですよ、この方は、エクソダスエンジェルやるんだったら入りたいです。先行予約したいです、みたいなこと言っていただいてるんで。はい。本当にありがとうございます。まだ今後も聞いていただければと思いますし。まあ、ちょっとエンジェルっぽいことも考えたいですね。先々。そうですね。はい。面白いですよね。うん、ちょっとまた大木さんとこれからもイベントとかで会う機会多いんで、そこで相談しようかなと思ってます。ぜひぜひ。はい。ということで、この番組への感想とかですね、あとリクエストでも結構です。先ほどの DM でも結構ですし、ツイートいただいても結構です。ツイートしていただく場合は、カタカナでエクソダスとハッシュタグをつけてツイートいただければ全部チェックしますので、あと DM で送っていただいても構いませんので、ぜひぜひ感想やこういうこと話してほしいなどテーマいただけましたら幸いです。それでは今回もお聞きいただきましてありがとうございました。またエクソダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助言を目的としたものでもありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。